三山雄一郎の気になったのでまるまるしてみました三山アナウンサーが今気になる情報を独自で調べてレポートいたします三山雄一郎アナウンサーですお願いしますよろしくお願いします若狭さん、はい、あと二週間ほどに迫ってきているのがオリンピックですよ二<ー>月四日に開幕します北京冬季オリンピック、はい、今日のテーマはこちらでいきます北京冬季オリンピックまもなく開幕今日は 緊急告知も来ましたさあ何の緊急告知かというのは最後までこのコーナー聞いていただきたいと思います、はい、テーマ2つでいきます1つ目冬のオリンピック北京冬季オリンピックについて、はい、テーマ2つ目個人的に気になっている選手をピックアップそしてリスナーさんに緊急告知<お>気になりますよね気になりますね 最後までお願いします、はい、テーマ一つ目いきます冬のオリンピック北京冬季オリンピックについて、はい、国際オリンピック委員会のホームページをもとに今回お話ししていきます、はい、これまで冬のオリンピックは23回行われてきました、はい、24回目となる東京オリンピックが今回の北京になります、はい、今夏のオリンピックと冬のオリンピックって2年ごとに行われていますよね、はい、これが1992年までは夏と冬のオリンピック 同じ年に開催されていいましたはい、私も子供の頃はそのの感覚ですうんあの私はもう物心ついた時からもう2年ごとっていうイメージだったので本当ですので、まあ、あのー、調べていくとあこういうことだったんだ昔はっていうのでちょっと驚きはあったんですけどね1992年私高校2年生ですからあの時のアルベールビルだったかな。はい 東京オリンピックがちょっと刻んんでできたす1992年フランスのアルベールビルベビ大会1992年までは夏と冬のオリンピックは同じ年に開催されていたそして冬のオリンピックは南半球で開催されたことはありません、うん、オリンピックの規模感なんですが、はい、1924年に第1回の東京オリンピックがありましてその時は16か国258名の選手が参加。はい 前回のピョンチャンオリンピックでは92の国と地域から2925名の選手が参加と増え,た、ね、増えましたよねですから選手だけでもおよそ10倍ですかかなりの選手が参加しています、はい、冬のオリンピックって競技をする上で必要になってくるもの雪に関してこれまでのオリンピックこんなことがありました。はいはい 1964年、オーストリアでの大会で、はい、雪不足の深刻な危機に直面していたと、はい、それをオーストリア軍が雪を運んでピンチを救ったとか、はい、あるいは1980年はアメリカの大会で初めて人工の雪を使ったと<ー>こういった経緯もあるそうですね。はい、さて、そんな歴史がある中で行われる2022年の北京冬季オリンピック。 若狭さん、北京といえば2008年の夏のオリンピック開催都市となりましたよね。うんねはい、記憶にも結構ありますよね。なんで言ってもソフトボールですよ。そうですよね。2008年は、はい、上野幸子さんね、最後いやーあのマウンドにバッと集まってきて一方で野球は岩瀬さんが打たれたっていう印象で、はい、メダル星のジャパン取れなかったんですよね。ありましたね。うん、いろんな記憶が蘇ってきますよね。はい、今回は冬の 大会が北京で行われると。はい、で、実はあの夏と冬両方の大会を開催する都市はオリンピック史上初めてです。あ、いや、私もね、それ思ったのよ。夏と冬を同じとしてやったことあったのかなと思ったけど、北京が初めてなんだ。初めてなんです。ええ<ー>。2022年の北京大会では使われる一部の会場が2008年の北京大会で使われていたものを再利用します。<ー>一部。例えば。 2008年、北京大会で競泳会場、はい、となったところはカーリング会場だ <laughs> そうなんだ、はい、2008年、北京の競泳北島康介選手が 100m 平泳ぎ2大会連続の金取った<う>そのあとに生まれた言葉覚えてますか名言何も言えねえそれですよ何も言えねえあれが生まれた会場そこで今年カーリングするんです 前回のピョンチャンで銅メダルを取ったカームス、おおはい、カームスたちがこの2008年競泳の会場で戦うと、はい、もぐもぐタイムが繰り広げられるわけですよそうね。ういう、そうだね,そだね、何も言えねえから、そうだねにだ、<laughs> になるという、<ー>同じ会場で、はいはい、こう考えるとちょっと面白いなと思いますよね。 北京オリンピックでは7種のスポーツから15競技109種目が実施される予定で今回、7つの新種目が加わります、はい、新しく加わる7つの種目のうち4種目が男女混合種目、はい、ですので女子選手の参加率が史上最高になる見通しだそうです。 国際オリンピック委員会が推進するジェンダーイコーリティ男女格差の是正の意向に沿った種目のラインナップになっているという見立てもあります,です、ね、で北京オリンピックの日本代表どれぐらいいるかというと現時点122人ということが発表されています、はい、でこれがまた出場枠の再配分があればまた選手の人数が変わってくるかもということなんですよね、はい、そんな中でテーマ2つ目いきますよ個人的に気に気なっている選手をピッックアップ リスナーさんに緊急告知、はい、現時点で122人の北京オリンピック日本代表います、はい、まあメダル候補たくさんいますがフィギュアスケートでは羽生結弦選手とか我らが名古屋出身の宇野昌磨選手とか女子ジャンプの高梨沙羅選手もいますよ、はい、数々の名だたる名前がありますが今週月曜日にこんな発表がありました龍樹、はい、男子一人乗り北京オリンピック代表に 小林誠也選手が決定、はい、リュージュで日本勢がオリンピックに出場するのは2014年ソチ大会以来お<ー>個人的に気になっている選手はこのリュージュの小林誠也選手です、はい、そもそもリュージュってどんな競技か確かりましょ？あそうですそうですここからちょっと 日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟のホームページをもとにお話ししていきますね <laughs> そう。そこね、もう本当に4年に1回だから、はい、毎回ごちゃごちゃしてる人いると思う。改めてこのコーナーでおさらいしましょう。ね、リュージュとはソリ競技です。ソリ、はいね、競技はオリンピックの競技として3つあります。ーボブスレイ スケルトン、いいですか？リュージュ、ボブスレ、スケルトン。はい、どの競技も、千数百メートルの長さの表情のコースがあって、そのコースを滑ってタイムを競っていく。はい、この三つの競技の違い、乗り方です。はい、今おっしゃった通り、まあ、それに伴ってソリの用具も変わってくるんですが、はい、では、簡単に三つの競技、どう違うかというと、はい、リュージュはわ仰向けになって。 滑る競技若狭さんがおっしゃった仰向けの姿勢になって滑る競技ですこれ一人乗りと二人乗りがあるんです二人乗りもあったねあるね人乗りはもうほぼ重なって乗るような感じできるだけ空気抵抗を少なくするように頭を上げずに前を見ない状態で滑っていく下側の人のおなかおなか足に乗るのかなあのー、足のたりですねに乗ると重なるような感じになりますうう、ねうん、時速150キロになることがあるんです,すよ しかもあの、ね、車に乗ってての150キロも体感されたことはあるかもしれませんが速いですけど生身の人間の150ですからそ,そこです。という状態ですからねそ,<う>そしてそれが今、龍舎ボブスレーは鋼鉄製のそりになっていて、うん、前にハンドル後ろにブレーキがあります。うん 2人乗りと4人乗りがある、うん、スタートの時にそりを一気に押し出して加速を与えて素早くそりに乗り込む前に乗っている人がハンドルでコントロール、うん、後ろの選手は小さくなって空気抵抗を少なくして重りの役割を果たす、うん、これがボブスレーです、はい、表情の F1 とも言われますかね<え>スケルトン、はい 頭を前ににして腹映えになっよくやろうとしたよねこれですよね、まあ、いわゆるもちょっとウルトラマンとかスーパーマンが空を飛ぶようなそれをこう表情を滑っていくようなそんな感覚ですよ最高スピード時速125キロに達とするわーあ逆に龍ジュの方が速いんだ そうみたいですね<ー>でこの3つのそり競技リュージュ、ボブスレスケルトン今回、北京冬季オリンピックに出場する選手が先ほどお伝えしたリュージュの小林誠也選手のみとなっています。はいはい、仰向けになってそりに乗ってタイムを競うリュージュちょっと歴史を軽くお伝えすると、はい、リュージュとはフランス語で木でできたそりという意味です。雪国の人にとってはソリ 重い荷物を運ぶための重要な道具だったんですが、はい、それが遊びとなって競技という形に発展していきましたオリンピックでは1964年の大会から正式種目として採用されているというこれ伝統ある競技なんですよね,、うん、すねもちろん重ければ重いほど表情ですからスピードが出ますそり、うん、自体の重さは規定があります、はい、ですが選手の体重制限は ありませんという形になってますリュウジの一番のタイムのポイントはコースのどの部分を滑るかで大きく勝敗が左右するので選手は仰向きになりながらもソリをコントロールして滑っていくわけです足元でコントロールするみたいですね。足なんだ。手じ,いんだ手じゃないということです足でコントロールをしていくと、はい、で改めてですが生身の人間防具ヘルメットのみ滑走するので危険は確かに伴います、はい オリンピックの種目で唯一1000分の1秒争う熾烈な競技へえ<ー>1000分の1秒ですよ滑走タイム1000分の1秒まで計測されまして1000分の1秒距離に置き換えるとおよそ3センチです<ー>そんなわずかな距離で勝敗が決まるんですよメダルの色がね変わったり、えー、取る取れないも変わったりるわけだそ,、ね、それが流女実際にオリンピックというのは 4本の合計タイムで競われるんですが、はい、長野オリンピックでその合計タイムがわずか1000分の2秒の差で金メダルが決まるという戦いもありました <laughs> 4本足した数で勝負して1000分,分の2秒すごくないですか、<laughs> この世界あれだけダイナミックに見える競技なのに、はい、競われるこのタイムはかなり繊細なところ。繊細ですね 私すごく気になりました <laughs> そもそもこの龍ジという競技と小林誠也選手どうやって出会ったのか龍、はいはい、ジの魅力って何なのか、はい、そもそも競技人口ってどれぐらいなのかな、はい、どんな練習しているのかな、はい、気になることが出てくる出てくる<ー>私のこのコーナー気になったことを徹底的に調べて取材する本人にお話聞いてみたいな来週ご本人に収録で お話を伺うことができるようになりました。ありがとうございます。はい、もう私がもう連名にあのメールをしてでコーチにもお願いしてよろしくお願いしますということで、そしたら来週収録時間設けていただくことになりましたので、実際に小林聖也選手のま声もお届けできるかと思います。すす来週。 ですよね、うん、若狭さんにもちょっとあの何聞きたいかって私に後で教えていただきたいですしはい、はい、リスナーさんにこの小林誠也選手に聞きたいことがございましたらぜひメッセージをお寄せいただきたいなと思ってるんです、うん、来週収録なので早めにメールを送っていただけるとありがたいなと思っていますのでぜひよろしくお願いします今私非常にワクワクしていますワクワクするね、はい、どこ見てんだろう、ね、上でしょ 上だとあでもコースをやっぱり少しは見ないといけない頭を極力上げずにっていうことですので。上げちゃうとダメなわけだからなるべく真上がいいんで真上見ててね<え><も>ちょっとコース外にいっちゃう可能性もあるから。三山だから気になったのでリュージュしてみましたな <laughs> 本来は。本来はリューしてみましたですよあなた。 やれるなら時間があるなら行きたいやりたい気持ちは山々ですわあそんなこともちょっと小林選手にそうねどこで練習してみましょうかそうですそうです,うですといったところをですね来週の月曜日に収録予定ですので早めにメールをよろしくお願いしますはい三山雄一郎の気になったので〇〇してみましたでした